Bells Hikos. よろしくな。ポチルー。これ以上にないぐらい滑るのなんか覚悟してたよ。滑滑。うん、なんか誰かに一番好きな日本語の言葉は 何って聞かれたらね、すべすべって答えます。へえ、そうなの。うん、かわいいんじゃん。すべ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 、曲を作ろう。すべ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 るずすべ、いいんじゃん。すべるずすべるずすべるず。私の一番好きな言葉はね、日本語だったね。ベルズだ、ベルズだよね、うん、ベルズって日本語だった日本語じゃなくない？ベーちゃんだよね。いや、だからベーという言葉自体日本語じゃないよねネズミだよね。あの、名前がね、坂本とかだったらわかるけどさ、違うじゃん。ベーじゃん。ネズミだよね。ネズミ？いや、ネズミはいいかな、なんかね。いや、ネズミはいいかな、別に。なんか殴られた。なんかあの一番好きな言葉はね、でもね、でもベイと全く無関係ってわけではないよ。あの、ね、何？チーズ、あ、チーズも日本語じゃねえか。そんなことない。うんうん、英語だよ。あの一番好きな言葉はね。はい。あのね。はい。ね、バカ。可愛い子といたら思わな、あ、思ったら殴るぞマジで。バカ、バカって可愛いじゃん。バカ。そっか。そしてあなたはアホなんだよそして君もアホだから、君もアホでバカだから、だからね、だからほら無関係じゃないって言ったよ。ちょっと今あのショック受け取るんだけど、今アホって言われた？ちょっとアホって言ってた。いや、バカ、ちょっと待って、ちょっと違う言い方じゃん。ちょっとアホって言ってた。ちょっとショック、いや、ショック、めっちゃびっくりしてて。いや、バカだよ、バカね。なんか本当にバカじゃなくてもバカとか言うじゃん。アホって言ってた。ちょっと待って、アホ。いやあのハコスって言おうとしたんだよ。そう、ハコで、あとアホで、なんかちょっとね、ちょっと口が滑っちゃった。殴るぞマジで。あ、そっかそっか。で、あ、バカが好きなんで、あの、アホな僕のことを好きっていうこと？そうだよ。なんかずっとアホで言ってね。なるほど。明日からね、あのね、あ、そんなアホだね。ああ、そんなアホなベイにね、あの最高のね、ニックネームを思いついたんだ。なんで、なんだ。アホ太郎。今でもアホ太郎って言ってまだ信じらんねえ。何、アホ太郎。うん、いや、あなたは初めだよ、僕をアホ太郎って言ったのは。ほら、お互いのいろいろな初めてを。はい、もう、はい、もう終わりです。はい、切ります。はいはい、バイバイ。はいはいはい、チャンネル登録お願いします。はい、さらばだ。はい、ついでに私のチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、しなくてもいい。はいバイバイ